雨がすごいです。風が風で起きました。雨と風で家が揺れてるんですよ、さっきから。風でうわ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 、わかりますかこれ。うわ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 、なに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 、もうなになに。やめてくれよ。おーおーおー、なになになに、もう、なんだ、世紀末やんけこれ。とりあえず今日の1000円。よし、頑張ろう。おはようございます。今日はインジャゴの連れ打ちということで、皆さん来ていただきまして、野郎さんも来ていただきまして、なよさんも あと皆さんね、参加者の方来ていただきまして、稼働が朝からいいということで打てない。雨がとりあえず強いんでね、外家にも帰るのもあれなんで、とりあえず編集します。200枚、頑張ろう。100枚速攻俺なくなったわ。もう一発いく？良さそうなんだよこれ。こんな当たらんやろ普通。ゴー、当てたい。フランキーで久々。うん、わらしべ失敗。頑張ってバチで出したんだけどな。いや、そうですね、昨日やって、1000円は無理だと。1000円は無理だということで、だけどうにかなりますか。ルール変更早くね、初日に。いやいや、で、考えたのは、一応聞こうか、じゃあいいですか、あの3万ありますね、あれをもう自由に使えるということにしてもらいたい。それはでも、お前の貯金の3万を自由に使えばいい。まあ、そうですか。優先順位の話や。
それはそれがなくなってから言う話じゃない。いやそれで解決するのであればね。2、うん、お金を貸してください。それはだからお金があればお前は勝てるっていうことでしょ。そうですけど、でもその3万プラス1日1000円プラス3万ってなったらもうビビって、お金があったら勝てるっていう余裕が負けにつながるから、そこを期待値とか勉強してシビアに立ち回る、だから張り付くっていうコンセプトなわけ。まあ、もちろんもちろんそうですなんですけど、でもやっぱ飯も食いつかないしとかなってくると、もうね、水道もないんで水喉も渇いたら買っちゃうじゃないですか。もう昨日も計算しただけで5、5、6本買っちゃったんで軍資金の。なんでそこにスーパーあるのに買いに行かないの。ほら、だからそういう、そういう努力をしてないのに金、金、金って話をしてるんよ、お前は。わかる？いや、なんでそのさ、努力をせんでさ、楽して稼ぎたいんす。いやいや、わかるけど、楽して稼ぎたいのはわかるけど、それをさ、もうちょっと頑張ろうよっていう。せめて。よし！ナオさんに言われた通り、今日はもう歌400円負けとるけど、600円は手に入れてる。これ貯めよう。で、今からインジョコがあるんで、フォアと行って、で、ご飯を食べよう。で、また帰ってくる。よし。よしよしよし。大丈夫。どうしたどうした。インジョコで、インジョコで、インジョコで、あの、野郎さんの、あの愛用のジェブラからのコンバートもらいました。かっこいい。これで明日から動けると。これで明日から糸島判断ができると。頑張ろうぜお前。頑張るぞ。江田島頑張るぞ。あーじゃあ。